何やってるんですか。はあ。うるせえな。やれよお前も。もう目がかゆい、痛い、目が目薬さして。ラブログです。はい。で、はい、何ラブログですよ。ねよ。やれよお前も早く。何やってるんですかって。これは棚を作ってます。何のですか。冷蔵庫にカポってはめるやつ。この冷蔵庫ですか。そうですね、ちっちゃいでしょ。森田です。森田、うん、誰っていう会社。森田さんにバカにしたね。うるせえな。ウィーンが欲しい。こんな感じで、あの引っ越し作業が行われているんですけれども、頑張ってる。ということで私も参戦します。早く、はい、はい、頑張ってます。なんか私太ったように見えるな。太ってるよ。生理です。何1と2と2どこにあるの。なんかどっかにね、1とか、1とか2とか書いてるから探すらしいです。1個が重いんだよね。重い。これ何番。ここかっこいいんだ。どっか書いてるから。8番。邪魔だ。8番そこ置いとこうか。邪魔。よいしょ。よかった。じゃこれは9とか。まあ、やっぱりさ、あの電子レンジとかを支える棚だから重いよね。まあ、あの説得力はあるよね。あのこれ9番か。何番だ。8番ですね。痛い。怪我した。早いよ怪我するの。痛い。痛い。待って、地味に見て見て、血出てくるパターンじゃないこれ。ほら。地味にこれ血出てくるやつ。地味な怪我したい。ダッシュ3もネジ作業だ。ネジだから無理じゃん。じゃあとりあえずこれを任せよう。だからネジだから。でももうこれ以上多分いかないから。だって無理じゃない。このガタガタ大丈夫なの。だってどうせこれ飛べるのか、うん、これ飛べるからやってみじゃん。嘘じゃん。もうお前に任せるわ全部。力ないの。なんかね、手汗がすごいな。うわよ。早く。力ない。何なんだよもう。何。なんかあったの。切りすぎた前髪。なんか。なんか。なんだっけ切りすぎた前髪。視聴者のみんな教えて。尾崎か。尾崎は切りすぎた前髪歌わねえか。なんだっけ。尾崎は窓ガラス割ってんだよ。なんだっけ。なんだっけ。尾崎は窓ガラス割ってっか盗んだ前髪で走ってんだよ。夜に動いてるだけか。それが黄昏れてる。なんだ前髪切りすぎた。なんだっけ。あーなんだっけ前髪切りすぎたやつ。なんだっけ。すっげえモヤモヤする。アイドル系だよね、うん、多分アイドル系。あっちゃんなんか手があって。あれ前髪のあつこ前髪切りすぎたやつ、うん、あっちゃんたまに切りすぎる。それはあっちゃん事情でしょ。むしろ置いた方が早くね。本体本体置こうぜ。じゃあ持ってくる。で上結構痛い。痛っ痛い。マジ痛かった。やったやった。
もうやだ、左足すげえ負傷だわ。最近やべえわ、ほらほら、ね、やばくない？死ぬんじゃねえかな、マジで。はい、あ、重い。重い。どうすか。うわ、また絶妙な高さだな、ここだな。え、炊飯器上だ。もう入るんじゃない。炊飯器上だろ。いや、その上になんかこう予備を予備を。え、これな、え、炊飯器持ってきて、炊飯器。レジの裏。ああ、まあ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 、こっちがいるからさ、こっちから。まあとりあえず一番下でやりましょう。はい、レジレジもいいや、ステイで。はい、ステイ、ステイにするの。でかくね、俺でかくね、雑魚がでかいんだよ。はい、ということでこんな感じになりました。テレレン、テン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 、テン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 。お、何何、はい、はい、こっちも私が作ったんだよ。でもこっちも本当は変えたいけど、とりあえずここをこんな感じに、もうキッチンって感じだね。Yes。 でもこっちがさっぱりしたから、もうちょっとこう左に寄せてね。うん、そう、あれを左に寄せれば。いや、だいぶだね。だいぶ好きじゃ。まあここを今から、まあ今からやります。次回の棚編は、次回の棚編は。これ結構、これ45分。え、これ45分だけど、カット割りしてると2時間ぐらいかかってるからね。ああ、そう、だからね、今の目線。頑張ったなと思う。まあ、ここら辺ね、片付けようかな。ここ私が今やるんで、うん、あっちに棚取りかかるんですけど、はい、あのまた撮るので、まあ無事ね、充電しながら、そうですね、はい、やります。はい、ということで、モリアリとコウちゃんでした。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。えぇ、ー、臭くねえよ。ちょっと何なん、何なん、襲っといて。